で、さあクロスから点に結びつく中、西村こぼれている、かわしてシュート。ファーサイドは8塚、落としてシュート決まった。西村2対0になりました。すぐにフォローしました。西村自分で行く、そして石原も上がってくる、西村シュート決まった。今日2点目。前に入った西村、前が空いているか、自分で行く、シュートは決まった。西村ゆっくりと助走してシュート決まって、 PK 決まって2点目。また抜けた、西村行ってそのまま決定機でシュート、キーパーそのままゴールイン。うんと、これは頭が上がっていない、ジャーメインパス、決まった。西村、仙台の選手がいる、仕掛ける、折り返す、このボールは決まった。オールボールという形になりましたか。ナイスコントロール、西村抜けたチャンス、西村前が開けた、並走する阿部、西村だ、決まった。奥野がボールの近くに寄せて、グランダーのボール回転してシュート。中野もここ、グランダーこぼれて、西村シュート、同点、追いついた。左足速いボールが来た、こぼれ球決まった、1点返しました西村。中見た、このボールが触った、西村のゴールになりました。決めてきた、逆転に成功しました、西村。コーナーキック、いやー1点返した。八塚、中を送る、ヘッドは決まった、先制、仙台西村。犬飼と西村、犬飼あった、西村、あっと、ここは無人のワンに流し込んだ、先制があった仙台、西村決めました。庄司がつきます、シュート打った、3点目を奪ったのは仙台。さあ仙台、浦和富樫マイナス、シュートいった、西村同点ゴール。後半の早い時間帯に西村一戦。小池雄太ヘディング、先制しました、 F マリノス。うまく入れ替わった、抜けてシュートだ、いや仕事をしました、西村今日2得点。長戸入れてきます、センターヘディング、西村高い、先制は F マリノス。